プロルファーの奥山です本日の動画はトップの位置で腕が曲がり飛距離があまり出ないで困っている方についての動画になります。トップの位置で腕が曲がるとなぜいけないのかそれはテイクバックの大きさが小さくなってしまうからです。 こちらのように腕をまっすぐにするとスイングが大きくなりますよね。テイクバックで左腕を曲げてしまうと曲げた腕をまた伸ばさなくてはいけなくなり手打ちの原因になってしまいます。ではなぜ左腕が曲がるのかそれは 肩の捻転がないからですしっかりこのように肩を回転すると腕は伸ばすことができます肩の回転をしないとこのように腕が曲がる原因になってしまいますそもそも肩を回転しなければ腕を曲げるしかありませんよね肩を回転しないで このように腕だけを右に上げて左に振り抜くこのようなスイングをしているとクラブの軌道があまり安定しないんですそれでは肩を回転しないで左肘を曲げて打ってみますこのようなヘッドスピードの遅いスイングになってしまいますね 右肘が曲がらないようにするためには、このような肩の回転が必要になります。しっかり肩を回転させると、左腕を曲げなくて済みますよ。そうすると、テイクバックが大きくなり、スイングの出力が最大になりますね。せっかくゴルフをするのであれば、 ご自身の可動域を最大に利用しましょう。このように肩をしっかり回転させて左腕を曲げない。このスイングを身につけましょう。切り返しは左足リードですよ。しっかり肩を回転させれば左腕は曲がりません。どうしても曲がってしまう人は どうしても曲がってしまう人は、このお助け練習器具があります。このように肘につけるだけで、準備完了です。左肘が曲がると、この練習器具が音が鳴るようになっています。この練習器具の音が鳴らないように、しっかり肩を回転させて、肘が曲がらない感覚を身につけましょう。 テイクバックでは音が鳴りません。フォローではこのように音が鳴ります。フォローで音が鳴らないのもダメですよ。テイクバックでは左肘は伸びています。フォローの位置では左肘は曲がります。なので、インパクトの後は必ず音が鳴らなくてはいけません。皆さん、 左肘の動き、よーく考えたことはありますかテイクバックでは肘が曲がりません。フォローでは左肘は曲がります。この事実は実際に動画を映さないとなかなか気づくことができません。この練習器具で確認すれば動画を撮影しなくても どこで肘が曲がっているのか確実にわかりますよね。実際に打つとこのような音になります。テイクバックではなりません。フォローで音が鳴るようにスイングをすると正しいスイングになります。テイクバックでこのように。 音が鳴ってしまうということは、体が回転できずに左肘が曲がっている証拠です。ゴルフのスイングをして一回も鳴らないのもダメですよ。これは腕に力が入っている証拠です。フィニッシュでも音が鳴ることが大切です。 では肩を回転させないで腕だけを上げますそうするとこのように左肘が曲がってしまいますこれが手打ちの原因になりスライスを引き起こしますしっかり肩の回転が入れば手元の位置が勝手に上に上がり左肘を曲げる必要がなくなります この位置にしっかり上げましょうしっかり肩を回転させるイメージをして左肘が伸びますこのように打ちましょう練習器具をつけるとこのようになります左肘が曲がる人はかなりプレッシャーを感じますよ このように打った後にポキッと鳴ると正解です肩の回転をしないとこのように腕が曲がりテイクバックで音が鳴ってしまいますそしてこれはアプローチもそうなんですよアプローチもフォローでしっかりとポキッと鳴らなくてはいけません このように、打った後にポキッとならなくてはいけません。アプローチのよくあるミスなのですが、このように、一回もポキッとならない。これは、フォローで腕の力を入れすぎている証拠です。これが正しいアプローチです。フォローでは左肘は、 曲がるんですよ動画では打球音と一緒になりポキッという音があまり聞こえないかもしれませんが実際に打つとかなりはっきりしていますしっかり肩を回転することで左肘は曲がりにくくなります左肘が曲がって カット軌道になりスライスに困っている人はしっかり肩を回転させて左腕を伸ばす練習をしてみてください肩を回転させないで腕だけ上げているとこのようなスイングが完成してしまいますしっかりと原因を追求してご自身がどうなっているのかを しっかりと認識しましょう最後にしっかり肩の回った最後にしっかり肩の回転したスイングを見てお別れしましょういつも見てくださってありがとうございますこの動画が良かったらグッドボタンをお願いしますチャンネル登録もよろしくお願いします皆さん練習頑張ってくださいね